はまあ後者をお勧めしてるんですけど、そのためにまあフィリピンの方から情報を発信して、まあ、お金とかビジネスのサポートというのをずっと続けています。で、語学ですね、語学学校、フィリピンの場合おすすめの学校知りたいですってことを聞かれるんです。よく聞かれるんですね、おすすめの学校、語学の人気の学校。まあ、あのセブは一時期ですね、コロナの前はあのもう本当に日本の、日系の語学学校ものすごい数あって、まあやっぱりですね、僕は、まあ、サウスピークとかあのそういったところでですね、結構あの技術の高いタイヤとかですね、そういったところっていうのは少ないんですけどもあるので、まあ、僕はおすすめは個人的にはしてたんですけども、今ですねまたあの淘汰されてしまったところもあるので、もう一回見直した方がいいかなと思います。まあ、間違っても大手でですね、そのなんか広告でこう煽ってるようなですね、まあいかにも良さそうっていうのをアピールしてるところっていうのはあのお金の無駄になる可能性があるので気をつけておいて、まあ、個人的にもし現地在住